イメージをして未来を予測した上で、準備をしていく、どのぐらい進んでますよねっていう状態をその工程表から見抜くんです。想像をするんです。施工管理が身につけるべきシリーズ、イメージスキル。はい、皆さんこんにちは。ライズプラン武田と申します。建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために YouTube チャンネル建設業を持ち上げる TV を運営したり、現場ラボというサイトでは若手の育成、働き方改革のサポートをしたりしております。ということで本日もスタートしていきますが、今日のお話は何かと言いますと、施工管理が身につけるべきシリーズの第7弾ということで、今回でね一番最後にしようかなというふうに思っておりますが、最後に持ってきたのはですね、イメージスキルということでお話をさせていただきたいというふうに思います。僕のチャンネルでは結構このイメージ力大事なんだよねっていう話をたくさんしてさせていただいていると思うんですが、ここを今回はしっかりとお話しさせていただきたいというふうに思います。特にね、新人だとか、若手の方、もしくはね、これから施工管理になろうかなと思っている方たちにとって、分かりやすい言葉でね、お話をさせていただきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければなというふうに思っております。まずは施工管理とはっていう話になりますが、通称段取り屋というふうに呼ばれております。段取りって何ですか？要はね、準備のことなんですよ。現場の中で職人さんはね、プレイヤーとしてしっかりとこう働いてくれているんでわけですが、その職人さんが入ってくる前段階で、いろんな準備をして気持ちよく仕事をしてもらうための、その環境を整えていくこと。つまりはね、僕らはその職人さんの仕事をするための準備をしているという、段取りをしている段取り屋。これが施工管理の別名ということになるんです。例えばそうだな、旅行の計画を立てましょうって言ってるのに、とりあえず旅行行ってから準備しましょう。なんてことはしないですよね。当然行く前にどこのホテルに泊まろうか、どこで遊びに行こうか、いくらぐらい予算を持っていこうかっていうことで計画しますよね。その時にまだ旅行には行ってないじゃないですか。これと全く同じことが当然現場でも起きるんですっていうところから、施工管理の仕事というものは基本的に相手がまだ存在してない状態で仕事をしていかなければいけない。つまり頭の中で全てを組み立てていくというところが施工管理の難しさである面白さなんですよ。つまりはやっぱりイメージをする力っていうのが非常に重要になってくるよねというお話になるわけです。じゃあどういうふうに想像していくんですかっていうと、結局はですね、図面だとか、あとは文字、資料、数字だとか、そういうようなものから、あと現地の状態だとかも全て勘案して、そこにまるで存在しているかのようなところを、そのね、文字だとかから抜き出して頭の中で組み立てて、ここに物が立つとしたら、どういう問題が起きるのか、どういうふうにやったらスムーズに進むのかっていうのをあらかじめ準備をしていくというのがね、基本的な施工管理の仕事だから難しいんですっていうお話をさせていただきたいと、いただいているわけです。もう少し深掘りしていきましょう。例えばということで、皆さんちょっと想像してみてください。皆さんの、そうだな、今どこにいるのか分かりませんが、そこに目の前にいきなり象がボンと出現したとしましょう。象、エレファントですね、パオーンというその象がいきなり出現したとするじゃないですか。さあ何が起こりますか？これがイメージ力です。頭の中でそこにいないですよね。象なんていないんですよ。いないんですけど、もしもそこに象がドンといきなり出現したとしたら、一体何が起きるだろうかっていうことをちょっと想像してみてほしいんです。きっと良くないことが起きるよねっていうところが、もしもイメージできたならば、じゃあそれを起こさないためにはどういうふうな手立てをしておくと、そこに象がいきなり出現しても大丈夫なんだろうかっていう準備をするんです。ただその時ですね、僕が思い描いた象と多分皆さんが思い描いた像って違うと思うんですよ。こうちっちゃい像でね、すごくおとなしい像を想像した方もいらっしゃるかもしれません。もう牙がこんなになってて、もうなんていうんですかね、めちゃくちゃバカでかい、部屋に収まりきらないぐらいのでっかい像を想像した可能性もあります。こういうふうにイメージって人それぞれバラバラじゃないですか。でも一つの建物を建てるときに、そのイメージがバラバラだと困りますよね。だからそのイメージを条件としてしっかりと統一していくために必要なものというのが、付加条件としてね、必要なものというのが、説明書き、つまりは図面と言われるものだったり、あとは資料だとかっていうものに、しっかりそれを落とし込むことによって、僕が想像する建物と皆さんが想像する建物っていうのを必ず一致させるように細かい資料というもので補填されている。それもこれもつまりはまだそこに物がないわけですよね。物がないんだけど、でも、それをしっかりと想像してイメージをして未来を予測した上で、準備をしていく、そんなスキル、文字だとか
数字だとか、そこから現地の状況だとかも含めて、一体ここでは何が起きるのかっていうところ、一つ一つ丁寧に想像していくこと、これがイメージスキルというものなんです。これが施工管理には非常に重要なんだという話なんですよ。じゃあもう少し具体的にお話をさせていただきます。例えば物の搬入、何かね、材料を運び込んでくる、割と大きいものね、 2,3 人でこう抱えて運んでくるっていうようなものがあったとしましょうか。そのイメージをまずは想像します。その物を運んでるところですね。じゃあどこを通って所定の位置に持っていくのかっていうところを想像するわけですよ。そうするとそこのルート上に段差があって危ないとかね、もしくは穴が開いてるなんて言ったら持ってのほかですよね、危ないよね。で、例えばそこが全然片付いてなかったとしたら、基本的にはそこのルートを通ることができないし、重たいものを持ってて危ないじゃないですか。だからその前段階でしっかりとですね、通るルート上を片付けておくだとか、穴があるのはちゃんと立派なね、しっかりしたもので塞いでおくとか、そういうふうなことを結局はイメージ、まだね入ってきてないですけども、きっと入ってくるとこうなるだろうなっていうところを想像して、その時に起こりうるトラブルだとかを未然に払拭しておいて、実際に入ってきた時には何の支障もございませんという状態をいかにして作るのかっていうのがね、この施工管理の難しさなんだっていうことなんです。3ヶ月後に鉄骨が入ってくる、今の現地はまだ更地ですっていう状態でも、僕らはイメージの中だけで打ち合わせを空中戦を繰り広げていくわけですね。3ヶ月後に鉄骨材が山のように何十トンも何百トンも入ってくる、入ってきた時にその時はどうなってるかっていうと、建物の周りに足場が立っているはずなんですと。で、周りでは外構の工事が、大きな重機がねたくさんこう並んで進んでいってるというイメージをみんなで共有した上で、じゃあどういうルートで搬入してきますか、そのためには何が必要ですかっていうことを、もう何にもないところからでも勝手な想像で皆さんね、どん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 こう現場を進めていく。で、現地に来た時には何ら支障がない状態になると、こっから進めば安全だよね、怪我することはないよね、みたいなことも全部基本的なイメージから組み立てているもの。なので、施工管理はイメージ力がすごく大事なんですって言ってるのが、ここが理由になるわけです。基本的に僕ら施工管理っていうのは、職人さんはね、とは違うわけです。職人さんは基本的には今作業するものを、今そこの実際の物体を使って作業していくというところのプロフェッショナルのなのであって、僕らにつきましてはそこに物がないし、そんなことはできないんです。できないんだけど、だから僕らはね、いつもそこに物がない状態、相手が全くいない状態で仕事をするっていうところが施工管理なんですよ。だからこそ僕らの武器は何って言われると、しっかりと資料を読み込む読解力があり、現地をしっかりと観察する、その観察力があり、そこから膨らませていく、実際に現地が起こるイメージが具体的であり、なおかつ、現実的であればあるほど未然に準備をする力もどんどん高まっていくよねっていうので、もうなんとなくお分かりいただけたでしょうか。なので建設業、施工管理というのはイメージ力がすごく重要なんだよということを理解していただきたいというふうに思います。じゃあこれをね、訓練していく方法ってないのっていうところに少しだけ、フォーカスしていきますが、最後にお話ししていきますが、訓練法としては、まだね、序盤戦、まだその入りたてとか、まだまだ若いんですっていううちなんであれば、こういう方法がありますっていうのをお伝えしておきましょう。まずは図面を見てから現場に行きましょう。もしくは工程表を見てから現場に行きましょう。これが唯一の訓練方法なんじゃないかなっていうふうに思います。もう少し具体的に言うならば、図面を見たらね、完成した時にはこうなってますっていうイメージが図面には書いてあるわけです。設計図だとか、施工図と言われるものには、こうしましょうねっていうことが書いてあります。だけど現地にはまだないかあるかもわからない状態で、まずは図面を開いて、今の状況であればこういう風になっているはずだっていうのを、具体的に現地でどうなっているのかっていうことを想像するんです。まずは、いきなり現場に行ったらダメですよ。現場に行く前、現場事務所だとか、家にいる時だとかに図面を開いて、ここはこうなってるはずだよなというのをイメージします。イメージしてから現場に行って、現場で答え合わせをしましょう。これを繰り返すことによって、基本的にイメージ力っていうのはかなり高まっていきますし、答えがすぐそこにある状態だから、すぐにね、答えを見ながらすり合わせをしていくことができるということで、イメージ力をアップさせることができます。工程表を見ましょうっていうのは、工程表で行くと、例えばですね、そんな掘削掘る作業をして、今現在3日目なんです、10日で終わるうちの3日目なんです
ていうことは、今職人さんはどの辺にいて、こうね、掘るバックホーと言われるあの機械はどこにいて、職人さん何人ぐらいいて、ダンプはどこから入ってきてますよね、どのぐらい進んでますよねっていう状態をその工程表から見抜くんです。想像をするんです。で、現地を想像したならば、こうなってるはずだ、何人ぐらいいるはずだっていうところを、答えを持った上で現地に行くんです。そうすると、現地がね、自分の想像と全然違う、もっともっと進んでるとすると、あれ？ちょっと想像と違ったなっていうことで、まだね、痛手が特にない状態ですり合わせをすることができるんです。じゃあ皆さん今度、一人のね、自分で計画しなければいけないとなった時には、前はね、3日進んだらだいぶ進んでたってことは、それを微調整すると、もう少し進んでる可能性があるよね。じゃあこのぐらいまで進むから、じゃあこの段階でちょっと次の作業ね、ここに入れますかとか、じゃあこっちのルートをこっちにしとけますかみたいな。ダンプはこっちから通すように途中で切り替えますかみたいな、そういう具体的な打ち合わせができるようになっていくということなんです。それもこれも結局は全てイメージ力っていうものが大事だというのが分かった上での行動であり、そのイメージ力を鍛えるとしたら、答えを持ってしっかりと現場事務所の机上の中でどうなっているはずだというイメージを膨らませてから現地に行って答え合わせをする。これを毎日毎日、現場に行くごとに必ず一つの答えを持って現地に行くということを、何せこう何回も繰り返していく、2年3年経っていくと、もうですね、図面を見た瞬間にこうなってるな、あ、なんでこうなってるのよってすぐにこう指摘ができるような、そんな能力を身につけることもできる。これがですね、イメージ力の真骨頂となっていきますんで、施工管理の先輩たちはみんな持ってるスキルなんですが、なかなかに難しい、だけど非常に重要なスキルということで、今回は施工管理の身につけるべきスキル最終編、イメージということで、イメージ力というイメージスキルということでお話をさせていただきました。ぜひ参考にしてみていただければなというふうに思っております。はい、ということで本日につきましては、本日までで7本にわたってですね、施工管理が身につけるべきスキルシリーズということで進めていきました。もしもね、気になる方は遡っていただいて 1,2,3,4,5,6,7 ということで進んでおりますので、ぜひぜひ参考にしてみていただきたいというふうに思っております。このように若手だとか、新人さん、あとはね、これから施工管理になろうかなと思っている人たちにとって、有意義に有益になるような、そんな情報も配信していっておりますので、もしも気になる方がいらっしゃれば、ぜひね、チャンネル登録だとか、あとは、フォローだとかしていただけますと、僕の励みになりますので、そちらの方よろしくお願いします。またね、いいねだったり、コメントとかもぜひぜひ書いてみていただければなというふうに思います。はい、ということで本日につきましては以上にさせていただきます。全国の建設業の皆様、本日もご安全に。ちょっと見てみましょう。それが、これです。工事をコントロールできるようになってるんですよ。ではあるが、外壁はまだ何もやってません。誰かに補助してもらいながら自分の足で立つことなんですよ。